これらの、えー、と道具の文化としましてま人類は遠人原人求人新人というふうに、ま、身体的な能力を発展させてきたわけですがそれに伴って文化も大ききく変わってきております。一番最初の、えー、人類500万年のうちの最初の250万年ほどは道具を使わない時代であります。しかし今かか今ら250万年ほど前に、 こう石の塊を打ち割っただけの石器を使うようになります。それに対して原人は石に尖った刃先をつけた道具を作ります。で、そればかしではなしにこの原人の段階でいろいろな文化、えー、要素が生まれてきます。その重要なものは火の使用、それから住居ですね。住居をこう使うようになった。えー、おそらく。 頭蓋骨の頭骨の分析からは言葉もこの頃には使えるようある程度使っていたのではないかと推定されております。こののような文化が、まあ、人類の質アフリカというイベントを生み出したと思われます。